ちは、ピオケイチ太郎です。今回はですね、東大阪市内の自動車専用道路で約280キロ出して暴走した男について、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2018年11月5日、大阪府警は東大阪市内の自動車専用道路を時速約280キロで暴走したとして、乗用車を運転していた府内の30代の男を道路交通法違反容疑で書類送検したということで、捜査関係者が明らかにしました。スピード違反の検挙としては全国で過去最高速度とみられるということで、捜査関係者によると、男は2018年1月同市内の自動車専用道路第二坂で法定速度時速60キロを約220キロ上回る時速約280キロで運転した疑いが持たれていると。府警が走行中の画像を解析するなどして速度を割り出した。事故はなかったが、時速280キロは東海道新幹線の最高速度280キロとほぼ同じであったということですね。はい、GTR だったかな。ということで、客観的な意見としては、まずね、アホすぎるっていうより先に車種が知りたいっていうのがすごい多かったですね、見てた感じ。とりあえず車種が知りたいみたいな、リミッター解除するやつを解除すると出るみたいですね、なんか。で、自分で解除したのかな、確か。そんな感じですね。なんだろう、そんな感じかな。でですね、自分の気持ちとしては、まずですね、その、60キロの制限速度の道路で、280キロ出したらまずいということが、まあそもそもで、まあ、あと、まあ、まず、怪我人とか事故とかなくてよかったなっていうのが、まあ、幸いですね。腕前が良かったのか、でも動画を見る限り、まあ、直線道路だったので、まあ、カーブで280キロはないと思うけど、普通に絶対にダメだろう、もう。まあそれは良かったかなと思いました。で、 YouTube に投稿していたと、280キロ出したやつを、それはアホだなってすごい思いましたね。それ絶対特定されるだろう、自分のパソコンだったらもうそっからもう終わりでしょっていうところから、まあ内装でまあ大体車種が分かって、でどこを走ってるかで、まあ、どの辺走ってるか特定されてっていうことですね。まあアホな方法で捕まったっていう話です。まあ、皆さんは法定速度を守りましょうっていうところで、まあ、あと、なんだろう、まあ、走ってて60キロ制限道路でも、その車の流れが70キロぐらいだったら、70キロでいいんですけど、まあ、流れ的に。まあ、逆になんか、70キロの流れなのに、一人だけ50キロで走ってると、逆に事故るっていうね。まあ、なので、流れに沿って走ってください。はい、ということでですね、今回は東大阪市内で280キロ出して捕まったアホについてお話ししていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。